T-1200mm 対戦車砲とは、ソビエト連邦の 100mm 対戦車砲である。この格好法は、1960年代から80年代、後半まで主に東側諸国の、牽引式対戦車砲として使用された。グラオーインデックスは 2A19T-12、対戦車砲は1961年に収益し、BS-300mm や法を代替した。 これは、装甲連隊、迫撃、小銃連隊の対戦車部隊に配備され、急速前進中の部隊に加えられる反撃に対し、側面防御を担当した。1970年、この砲は量産された T-12A、a または MT-12 ラピラ、によって代替された。これらは、新しい格好方針である100平方ミリメートル a 2 9砲を装備し、 同じく再設計された砲画と、基重装車や砲弾の断片から砲兵を防護する砲法立てを備えていた。再設計された砲画はより大きなホイールベースを備え、MT-12 を MTLB で牽引していくことができた。速度は、路上時速 60km、路外では時速 25km に向上した。2A29R ルタ、または、 MT-12R とは、RLPK-1 レーダーを装備した型である。これは、煙や霧などの環境下で、視界が悪い際に標的と交戦するための装備だった。1981年、この方はレーザーを用いるビームライディング誘導の、ミサイル、QM117 を発射することが可能になった。また、新式の即居装置である 2A29K、キャステット、または、 MT-12K を搭載した。この兵器の後継として、125mm、格好対戦車砲である 2A45 スプルート B が計画された。近代的な西側戦車の全面防護能力は、最新鋭のアプフスズ弾を使い、至近距離であっても 100mm 戦車砲で貫通できる能力を超えていた。敵の弱点をつくために、 起動可能な戦車であればこの問題は軽減されるが、主に防御に使われる類の兵器には深刻な問題だった。今日の T-12 対戦車砲は、もっぱら普通の砲兵として、榴弾射撃を担当している。2017年、アルジェリア陸軍では、メルセデス・ベンツ・ゼトロストラックに搭載するタイプの自国で開発した派生計を展示した。このシステムは、 発砲の衝撃を吸収するために4機の安定用の足を備えている。T-12 対戦車砲、後方からこの砲は6名の砲兵を必要とする。指揮官、牽引者の運転手、砲手、装填手、2名の弾薬手である。牽引用に MTLB を使う際には、普通は弾薬20発を携行する。この兵器は格好砲であるため、 すべての弾薬は飛翔中の精度向上のためにフィンが付けられている。標準装備として間接射撃に用いるパノラマ式の PG-1M 照準機、そして直接射撃用に OP4M-40U テレスコープが備えられている。夜間の直接照準にはアップン -5 から40またはアップン -6 から40が用いられた。この方は小宅地や 雪原の重装用に LO-7 スキーギアが装着できる。走行間通知は激、角90度、近質圧煙走行のものである。BM-2 アプフスズ砲弾アプフスズ、T タングステンアプフスズビームライディング方式のレーザー、誘導弾である。T-12 対戦車砲の採用国はを以前採用していた国は赤で表示される。ありがとうございます。